こんばんは。久しぶりに顔出して配信してるかもしれない。こんばんは。ちょっと9時半までなんですけども、顔出して配信します。今日さ、私なんか寝てる間に口の中噛んでんのか知らないんだけど、なんか口内がまた増えて、なんか前回もできたところと、また唇のね、めっちゃね、裏側、めっちゃ裏側じゃないんだけど、裏側に口内炎が出現しまして、痛いです。食べると口内炎、口、絶対なんか寝てる間にさ、食べ、あれなんだけど、こんばんは。寝てる時にさ、口の中噛んだ、絶対。まあこの間口内の薬買ったので、それでもつけようかなと思います。今日の私の見た目の違い分かりますか？めっちゃ難易度はまあそこまで高くないです。難易度2ぐらいなんだけど、分かる方いたらすごい。和弘さん、ハートありがとうございます。今日は9時半まで1回やります。まあ、また夜ラジオ配信でできたらなとは思うんだけど、まあ、とりあえず顔出しは9時半までです。レベルもっと高いか、レベル5ぐらい、10段階中レベル10ぐらいかな。分かる方いますか？アイメイク変えてません。触覚はいつもと同じ巻き方です。レベル8かもレベル8かな、分かんないけど、リップはまあ前にも使ったことある、家にあるやつで、意外とむずい。正解は髪染めてない。正解は前髪、あ、前髪変えて、そう、前髪が分けてますそんな変化でもない、ただなんか今日はまっすぐ下ろそうとしたらここで割れてしまって、なんか自然とこうなんか流れてしまったので、まあいいやと思って、あれです。ネイル可愛いね。だってネイルは今は白の、なんかちょっとラメが入ったワントーンです。こんばんは、こんばんは。ラメ入ってんだけど、多分ショールームだと見えない。そうなんです。今日は前髪を分けてる。いや本当は分けるつもりなかったんだけど、なんか分かれちゃって。こんばんは、こんばんは。数年ぶりぐらいにこの前髪をして外に出たでもやっぱストーンって下ろしてる方が楽ですね。なんか普通に気抜くとすぐこんな風になってて、こんなにね、そう、ちょっとこうやってやんないと、だからちょっとね、あれでした。でも私の結構前髪的に癖があるので、結構割れやすいの、癖あるから、だからなんかここでちょうど多分分かれる、癖が顔流れてるから、こっちの前髪の方がなんか縮毛矯正とかをかけなくて済みそうだけど、
で私はもうパッツンが、パッツンっていうパッツン、薄めパッツンみたいなが好きなので、まあ明日からもうちょっと前髪切って普通に流せたらいいな。こんばんは、こんばんは。前髪がね長い、長いのかな、わかんないけど、なんか今日は今回は花火のイベントに参加してるので、めちゃめちゃ花火が上がります。良いですね。今日は9時半まで顔出して配信して、まあ夜中、夜にあの、まあ、30分ぐらいラジオ配信でできたらいいなとは思います。ヨシオンさん、ファン4人目ありがとうございます。ありがとう。もう8月も10日だからね、やばいですよ。あっという間、あっという間。10連勤すごい、いいね。こんばんは、こんばんは。ちょっとさ、今日はね、あのあれでした。今日もヨーグルト2回と、あ、そういえばさ、みそ菌のさ再販日じゃないですか。で知らなくて、だけど結構いつもセブン行くこと多いから、まあ、セブン寄ったら朝売ってたの。なんか普通になんかご飯と麺が売ってて、1人どちらが1個ですよみたいな書いてあって、ああ今日なんだと思って、だけど、まあ、朝買わなかったのよ。まあまあ後で買おうかなみたいな思ってて、なんか再販だしなんかもういっぱいあるのかなとか思ってたら、なんか次買おうとしてみたらもうなくて、えないんだと思って買えませんでした。前はね一回だけご飯の方食べた、だから今回ラーメンの方食べたかったんだけどさ、でもさ、でもなんかラーメンよりご飯の方が美味しいってツイートを今日も見た、わかんないけど、だからでもラーメンも食べてみたいし、ご飯もまた食べたいけど、え買えなかった。なんかさ、そうなんです、そうなんです。だから買っとけばよかったと思って見たんだよ今日この目で、なのに買わなかった。なんかそんなすぐ売り切れるなんて思わなかったなんかみんなめっちゃ人調べしてたわけとかでもないし、この日が再販って知らなかったぐらいだからそんなあれなんだけど、だからそのなんかよくそこまで知ってないからちょっと買えなかった、朝買っときゃよかったと思って残念でした。でもすごいよね、再販してももうすぐ売り切れて、やっぱね素晴らしい、すごいですね。ねえ食べれなかったよ。イタリアンシーフード買ってよって、いいね。今日はあのねあれだった、家に帰ってきてテレビ見たらセブンイレブンのなんか工場のやつがやってて、なんか冷凍ティラミスみたいなの売ってて、やってて、ちょっと今度見つけたら食べてみようと思いました。でもね、その私が行ったコンビニはご飯か麺の方どちらかお一人様1点ずつみたいな、ちゃんと制限はされてました。そう、どっちか1点みたいな、どっちも1点ずつじゃなくて、どっちか行ってみたいな。でね、また別のところ行ったけど、なんか予約は受け付けておりませんみたいな、すごいよね本当にね。私はでもまだこの間ラーメン博物館で作ったカップラーメンがまだ
食べてなくて、あの8月の二十何日までの賞味期限なので、そろそろ食べなきゃいけないからちょっと早めに食べようと思います。予約制なので、え、違う違う、予約ができませんって書いてあったから、予約制じゃないよっていう方です。はいはい、予約制ではないです。今日は9時半までやります。あと25分ですね。いやお腹がいっぱいです。今は今日もスイカ食べた。スイカのフラペチーノはまだ飲んでないけど、スイカは食べました。てかさ、台風7号来るのかな、よくわかんないけど、なんか雨降るみたいな。どうなんですかね、よくわかりませんが、雨は降らないでほしいです。スローカーブさん、ココナッツジュースありがとうございます。ココナッツジュースってね、私飲んだことない。なんか一時期さ、ココナッツオレ、あ、じゃあココナッツオイルでしたっけ、なんか流行りませんでした、なんかココナッツオイルでなんかめっちゃ体にいいみたいなさ、流行った気がした。なんかうがいしたりとかしなかったっけ、それまた違うやつか。こんばんは、こんばんは。計画運気あるかもね。そうなんだ、大変だ。それはココナッツは歌がありますね、いろいろ。ラーメン食べながら配信でもいいよ。だってラーメンは、まあ今日は食べない、でも明日の朝食べちゃおうかなって思ってる。ラーメン、そう、ラーメン作ったの。あの、私は極太麺に辛いスープを選びました。あのね、豚骨もあったの。豚骨選んでたら極細麺にしてたけど、私はでも辛いの食べたいなと思って辛いのにして、で太麺好きなので極太麺みたいなのにしてみました。ラーメンは辛いやつか、まあ豚骨が今のところ好きかな。醤油とか塩はまあ普通です。お盆休み台風直撃ってねえ、台風は嫌だよね本当に。家系ラーメン食べたことないです。そんなに選べるの？え、そう、いろいろ選びました。普通の麺とか、極細麺、細麺、極太麺、太麺みたいな。具材もついてるの？具材も自分で選べて、なんか2、3種類はその初期設定の値段に入ってるけど、なんか自分でとなんか追加したきゃ追加するよみたいな感じのやつで、私はまあ別に追加トッピングはせず、何選んだか忘れちゃったけど3種類ぐらい選びました。であと蓋はね、その自分のカップラーメンの蓋あるじゃん、あれもなんかあれなの、自分の好きな写真とかでやれたんだけど、私はなんか別になんかこれにしたいっていう写真がなかったから、なんかまあ普通にラーメン博物館のテンプレートみたいな感じのなんかやつにしたんだけど、自分で自分でね選べるのよ写真を。そう、蓋を自分の写真にしたりできるっていうね、とてもいいよね。私はしなかったんだけど、ちょっとねどれにしようかな。
そうですね、美味しかったです。まだ食べてないけど、でもラーメン博物館ではラーメンは食べたんだけど、はい、美味しかったです。はい、雨はやだよ本当に、雨はやだ。こんばんは、こんばんは。今日はスチーマーを使ってメイク落とすって決めてる。もう本当に1ヶ月以上スチーマーを使ってなくてもったいなすぎるので、今日こそは、今日こそは使おうって決めてるんだ。いつもめんどくさくなっちゃうんだよね。めんどくさくなっちゃっていいやでなっちゃうんだけど、今日こそ使うんだ。いやー眠いね今日は。久しぶりにスープストックを食べました。ラーメン博物館豚骨の小紫は行かなかった。わかんない。でもなんかあのラーメン屋さん変わるらしいですね。2週間に1回ぐらいらしいです。だから私がいた時はその小紫っていうのはなかったかも。わかんない、私が見てないだけかもしれない。もう道路渋滞してる。そうなの。なんかさ羽田空港とかも激混みっていうニュースを見ました。家系ラーメン屋で全部店主のお任せでしました。わかるのかな。わかんない、家系ラーメン行ったことないけど、なんかさニンニクがみたいな聞かれてさ、その後なんかさトン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 って言わなきゃいけないんでしょ、いろいろ。いや私はよくわかんないけど、いや声ガラガラすぎない。声ガラガラすぎた。怖いね、一人では絶対行けないな。その慣れてる人と一緒に行かないと絶対無理、わかんない。まあ勉強していけばいいんだろうけど、でも私はなんかもう、でも食べきれないかもしれん絶対ね。なんか結構お残しいけまへんでみたいな感じなんでしょう。ちょっと怖いです。こんばんは、こんばんは。絶対にそのなんだろう、普通のラーメンならまあ一杯いけるけど、全然その何なんていうこってりだから、ちょっと今最近私ちょっと胃もたれはしないけど、どうなんだろう、なんか最近なんかお腹は空くんだけど、その一度に食べれる量は別にそんな多くないみたいな感じだから、ちょっとねうんって感じですかね。まあうんって感じ。ちょっと食べきれず自信ないです。あのなんか油いっぱいみたいなやつはちょっと無理かな。あとはこの間パンケーキ2枚が食べきれなかったんですよ。まあ、ポテトも頼んでたからってのもあるんだけど、あもうそのパンケーキ2枚食べきれんくて、そのポテトも食べた。もうポテトとパンケーキだからめちゃめちゃ食べてるんだけどね、めっちゃ多くて、それでなんか若干なんかちょっと最近胃もたれみたいな気持ち悪くなって、気持ち悪くなりましたね。だからちょっと背脂とかはちょっと無理です。でも聞いてください、あの私あのもともと甘いものそんな食べれないタイプだから、あのどうしたって感じじゃないんだけど、もともとなんかそんな本当にケーキホール食いできるようなタイプじゃないし、あのケーキバイキングとか言ってもケーキ1個で十分ですぐらいなタイプの人間だから、甘いものはそんな好きだけどそんないっぱいいらないみたいなタイプの人間なんだけど、そうなんですよ、ちょっとねもうあれで甘くて、でまあ、その後夜ご飯も全然食べてんだけど、甘くないのは食べれるんだよ、甘いのがちょっと入らなくてね。
こんにちは。こんにちは。ゼロ系体重増えるの？自動ハマったらやばいね。私ハマらないようにしよう。外食のラーメンでそこそこ美味しけりゃいいんで、めんどくさいの嫌だそうなの。ストレーゼならケーキが、ね、そう、ケーキは1個で十分です。ちなみに私はチョコレートケーキならめっちゃ食べ、ならめっちゃ食べるっていうか1個余裕で食べれるけど、まあ、ショートケーキはなんかそんないっぱいは食べん。タルトもまあフルーツのところだけで、フルーツがあれば一緒に食べれるよみたいな感じかな。まあ、チーズケーキは好き。不思議なことに私チーズケーキ昔食べれなかったの。チーズケーキ食べれなかったけど、まあ、味覚が変わりまして今チーズケーキ大好きになりました。ケーキ1個でいいの？え、全然いい。逆に私ケーキ2個とか食べたことない気に。なんかお誕生日とかでさ、家族のお誕生日、なんか私はなんかもう毎年アイスケーキだから普通のケーキじゃないんだけど、ティラミス好き。ティラミス好きよ。結構まあめっちゃご飯食べた後だからお腹いっぱいってのもあるんだけど、なんかもう全然なんか半分食べてあとは下でいいやみたいな、そんな人もうそんな食べない。でも甘いもの嫌いじゃないの。めっちゃ食べたくなる。今日もセブンのスイーツコーナー見て、うわー買おうかなって悩んだし、あのセブンティーンアイスが食べたくて買おうかなって悩んだし、あのね甘いものは好きなんですよ。そう、ただ別に大量には食べなくていいよっていう感じで、甘いものは大好きなの本当に。特にチョコレート系が好きで、今日はチョコレートはいっぱい食べました。はい、こんばんは。こんばんは。チョコレートは食べたんだけどね、そうなんです。まあ甘いものは好きなんですよ本当に。全然大好きなんだけど、だから別にスイーツ食べ放題とかは無理かなって感じかな。焼肉食べ放題とかの方が全然食べれます。私はお寿司を食べに行きたいんです。まあ全然食べ放題じゃなくていいから、回らないお寿司を食べたいです。でも最近はもう食べ放題は別に行かなくていいので、はい、美味しいのが、美味しいの食べたいです。もう別に量じゃないそんな食べ放題行きたいとはもうならなくなりました。全然食べ放題じゃなくていいから、適度にお腹いっぱいがちょうどいい。一番やっぱり回らないお寿司高いだって。食べたことない私食べたことない。回らないお寿司なんて食べたことないよ。だから食べたいの。でもさ、本当にそうだよね。めっちゃ高いよね。なんか 2,3 万とかするのない？なんか普通に回らないお寿司夜、わかんない、行ったことないからわかんないんだけど、行ったことないよだから行きたいの。そうだから回らない方が美味しいよ。まあそりゃそうよ、高いもんだって。でも高いよね。高い高い。玉井さんが目の前で握ってくれたとこ、そう行ってみたい。一番でもだけど、そう本当にそういろんな値段あるよね。だから全然ランチとかのさ、そのまあ夜はめっちゃ高いけどランチだと お手頃で食べれますよってかもとかもあるし、もう夜でもね、もう何千円のもあるだろうし何万円もあるだろうし、まあいっぱいあるよね。
行ったことないですよ、マランダム寿司の。行きたいです、行きたいよマランダム寿司行きたいですよ、行きたいけど、マーロー寿司しか行ったことない。値段書いてない、贅沢だ。宝くじ当たったら、宝くじ当たったら週一で、週一でおわらのお寿司食べたいおわらのお寿司食べたいです。築地市場周辺のセット寿司なら5000円割り、いいな。築地のお寿司なんて絶対美味しいやん。横浜駅のヨドバシカメラ地下にお寿司を食べる、確かに怖い。回るお寿司どんぐらい食べるの？最近そんな食べない。なんか昔は中学生とかの時は全然10皿は食べてたけど、最近は7皿とかな気がする。10も食べなくなりました。そんな大量には食べてない。まあなんかサイドメニュー食べてるから意外と食べてるけど、まあ10も食べないですよ多分ね。え、回らないお寿司食べたいなね。え、緊張しちゃうわ。なんかそういうマナーとかさ、その何、回らないお寿司のマナー難しそう。ちょっとわー、この人絶対回らないお寿司全然食べたことないじゃんって感じに思われそうちょっと慣れてる感出さないと。ちょっとさ言ったらダメじゃん。だからいつも食べてますよみたいな感じの出さないとさあいけないじゃないですか。だからあれですね、今日は9時半までやるので、あと7分したらランキング読みます。あと7分したらランキング読みますね。また夜ラジオ配信できたらいいなとは思ってる、思ってはいる、思ってはいる11時半ぐらいからできたらいいなとは思ってはいるんだけど、まあちょっとわかんないけど、まあできたらいいなとは思ってはいる本当にはい、なのでまあぜひやってたら見てください。でも美味しい焼肉も食べたい。美味しい料理なら何でもいい、何でも食べたい。私カニ料理とか、冬絶対カニ鍋食べに行きたい。私去年の冬っていうか、この夏の前の冬もカニ鍋食べたいと思ってたんだけど食べずに終わっちゃったので、今年の冬は絶対にカニ鍋が食べたい。カニ鍋が食べたいよ。食事対策のね、握って、はい、ありがとうございます。うん、まあお寿司は別に美味しいですけどねまあ回るお寿司も美味しいですよ。カニのしゃぶしゃぶおすすめ。そう、めっちゃ食べたい、めちゃめちゃ食べたい。冬にカニ鍋もう絶対食べる。私はもう決めてる、はい、決めてます。てか冬に金沢行きたいんだよね。なんか金沢行って海鮮食べたい。カニしゃぶ食べたことないなって。私もない食べたいとか言ってすごい食べたことある、あるっぽそう。私もない、カニしゃぶだから食べたいんです
意外と食べたことないのある私。カニしゃぶ食べたい。あの普通のカニなら食べたことあるんだけど、なんかこうやってね、あカニしゃぶあるかな、カニ。でもなんかそのカニしゃぶ屋さん、カニ鍋屋さんとかには行ったことない。なんか普通のなんか茹でたカニ食べたり、あとは家でなんか海鮮鍋みたいな感じで、カニ鍋みたいな、カニ入れた鍋やったことあるけど、カニ鍋屋さんに行ったことないので、今年の冬はカニ鍋屋さん行くの楽しみにしようと。カニもいろんな種類ある。確かに毛ガニ、何ガニがあるっけ全然知らないの。ハマガニ、ない、なんだっけ、なんかいっぱいあります。タカアシガニ、あタラバガニもあるね。タラバガニ、毛ガニ、タカアシガニ。スローカーブさん、星ありがとうございます。ウニ丼はどうですか。ウニ丼食べたい。いやー本当に北海道で食べたウニが美味しすぎてですね、そっからウニにハマって、なんか小樽とか行った時にウニ屋さんが、ウニ丼屋さん屋がめちゃめちゃ大量にあったんですよ。ではウニだ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 言いながら歩いてまあ結局どこも入んなかったんだけど、もうウニがいっぱいありました。函館行った時はあんまりねウニ屋さんはそこまで見なかったかもしれない、わかんないけど、うん、だから函館行った時はウニ食べなかったかな。そんな、いやウニは美味しい、本当に美味しい。フカヒレの煮姿、フカヒレもなんか高級食品だね。食べたことないけど、多分なんかフカヒレ、ザフカヒレみたいな感じのは食べたことない、食べたことないけど、味とかにはどんな感じ。難しい、味言うの。でも本当になんだろう、やっぱりわかんないけど塩素みたいな感じで、あ、ミョウバンっていうのよく見るよね。ミョウバン不使用みたいなやつ見るじゃん。だからやっぱりなんかやっぱこうやっぱ新鮮なね、ミョウバン不使用みたいな感じのちゃんとなんか新鮮なやつはめっちゃ美味しいと思う。なんか私本当に昔埼玉県で回転寿司行った時にウニ挑戦してみようと思ってウニの軍艦食べたら、食べれなかったの。そうだから私はウニ無理なんだとか思ってたんだけど、北海道で食べたらもう美味しすぎて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 美味しかったです。なんかもう生臭さもなく、美味しいって本当に美味しかったです。やっぱりなんか結構なんか塩素みたいな味するやつとかあるじゃん。なんか昆布系のやつとかもなんかちょっとなんか塩素の味すんなみたいな、わかんない、私の勝手なあれかもしれないけど、ああいう味私は苦手なのでね、そういうのじゃないのは美味しいなとは思います。やっぱり仕方ないことかもしれないけど、やっぱなんか塩素の味がするやつもあるよね。やっぱり北海道のはもう別格で美味しかったです。本当に美味しかった。はい、本場はそうね、美味しかったです。そう、本当にそうだなって思います。やっぱり全然違う。その昔まあ、牡蠣今は結構どこの牡蠣でも食べれるようになったけど、
牡蠣もめっちゃちっちゃい頃なんか苦手だったのよ、最初食べた時。だけど仙台の松島の牡蠣フライを食べた時に美味しすぎて、そっから牡蠣フライ好きになって、まあ一回食べれるようになったら別にその仙台の松島の牡蠣だけじゃなくて普通のどこの牡蠣でも食べれるようになったんだけど、なんかもうやっぱね、新鮮なところのっていうか海が近いところのやつとかめっちゃ美味しいよね。やっぱり本当に本当に牡蠣フライ美味しくて、そっから牡蠣好きになって、でなんか回転寿司屋で生牡蠣の軍艦じゃないか、普通の握りかな、わかんないけど、なんか食べて、私はなんか牡蠣ってやっぱ結構癖がある、ちょっと癖あるじゃないですか。だからなんか牡蠣食べてもなんかあ牡蠣だみたいな、なんかうわとろけるとまではならないんだけど、私の場合ね。でもなんか食べたくなっちゃうの、牡蠣って。わかります？なんか私の場合なんだけど、なんかとろけるとまでならないんだけど、なんか牡蠣があると食べたいってなっちゃうんだよね。なんて言ったらいいのかわかんない。お、33夜。ではそろそろ終わりにしたいと思います。ではランキング見ます。13位ふとっしーさん、12位はにやまさん、11位博士とななちゃんさん、10位スローカーブさん、9位みずほさん、8位鳥親父さん、7位もっちーさん、6位あやかこさん、5位チーズさん、4位新羅万象さん、3位天野さん、2位三浦さん、1位よしおんさん、ありがとうございます。皆さん見てくださってありがとうございました。では終わりにしたいと思います。また夜ラジオ配信できたらやります。ありがとうございました。